はい、どうぞ。はい、それじゃあ始めさせていただきます。皆様こんばんは。定刻になりましたので、 JIA 近畿支部大阪地域会および住宅部会の共催となります2022年度定時総会記念講演会を開催いたします。記念講演会の進行につきましては、大阪地域会の私荒木が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。私ども JIA 大阪地域会は、大阪で活動する183名の建築家が活動グループで、建築まちづくりを通して社会公共に貢献する活動に取り組んでおります。本日の記念講演会は、山口明人さん金策についてをテーマにご講演いただきます。山口さんのプロフィールは今回の講演会のチラシに詳しく記しておりますが、簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。1980年に大阪にてご誕生、大阪市立大学工学研究科を修了された後、日本設計を経て2013年にご自身の事務所を設立されました。現在は YAP の代表を務められるとともに、母校の大阪公立大学で教鞭を取られています。前半は山口さんからお話をいただき、後半は榊原節子さん、東野真嗣さん、岸大成さんのお三方から山口さんにお話を伺う形で進めたいと思います。最後に何点かご質問を受け付けたいと思います。ご意見ご感想でも結構ですので、 Q&A を通じてご提出いただければと思います。ではちょっと山口さんとですね、今日ちょっと特殊なカメラを使ってまして、それぞれちょっとで、ご挨拶をいただきたいと思います。まず、山口さん、ご挨拶いただければと、はい、よろしくお願いしますぐらいで結構ですので、はい、聞こえますでしょうか。YAP の山口明人です。ちょっと映ってます。映ってました。はい、大丈夫です。はい、YAP の山口明人です。今日はお招きいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。では早速こうまいりましょう。榊原建築研究所の榊原です。今日はよろしくお願いします。はい、日本設計の東野と申します。よろしくお願いします。岸環境企画室の岸大成です。今日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ちょっとですね、今日カメラ使っているのがですね、発生者がですね、ちょっとカメラを AI で追っていくという形になりますので、ちょっと部分的に不都合が生じるかもしれませんけども、ご了承いただきたいと思います。早速ではございますが、山口明人さんに引き継がせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。それでは、画面共有をさせていただきます。はい、映りました。はい。改めまして、山口明人です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。今回、金策を通して考えたことということで、貴重な機会をいただきましたので、普段は皆さん一緒だと思うんですが、がむしゃらに自分の作品を作るということで、活動しているという中でこういう機会をいただいた、そういう中で、自分がじゃあやっていることというのはどういう活動なんだろうということを振り返ることから始めました。なので、一部というか全体的にまとまりがある話ができるかどうかちょっとわからないんですけれども、普段僕はどういうことを考えているかということを少しご紹介させていただけたらというふうに思います。で、いきなりなんですけれども、これは私の祖父母の家です。私はですね、父親も祖父母も町工場の職人で、鉄、鉄工をやってます。で、これはその祖父母の家であり、工場の建物、ちょっと 夜撮影したのが非常に暗いんですけれども、それぞれですね、こっちが家、こっちが家。でこちらがこう工場というような形になっていて、それぞれが町に対してこう顔を出していると、そういうような家で、暮らしと生業のそれぞれが独立しながら町に顔を出しているというところが、私の原体験というか、というのがあるかなというふうに思います。
で角地に建っていまして、ここが住宅部分で、向こう側にこう工場がこうつながっているというような構成になっていて、これがですね、なかなか面白い、2方向の道路に通り抜けられるような作りになっています。Google Earth で見るとこんなような形になっていて、こっちがこう工場ですね。でここが住宅になっていて、中でですね、1階でこういうふうにつながっています。でさらに縦動線がですね、こことここにありまして、1階でこういうつながりがありながら、2階に上がるとこうまた逆を得るみたいな、結構建築構成的な作りになっていて、当時は何にも思わなかったんですけれども、この工場と、つまりなりわいですね、なりわいとその暮らしっていうのをまとわりつきながら、行き止まりがなく回遊するこの空間が楽しくて仕方がなかった、そんなようなことを思い出しました。で今でこそですね、食住一体とかって言いますか、当時はそんな言葉がないぐらい当たり前に、こういう場所っていうのは一体化されていくと思います。当たり前の暮らしだったと思います。で確かにですね、誠実に計画するとですね、普通に計画するとこうなるなというような作りになっていまして、工場なので車の出入りがこういうふうにあります。こっちからも入れた方がいい。で家は家で一箇所でいいので、この一番こう角地に面したところですね、こう奥がない、コロンとしたところをこういうふうに家として作るというようなところで、非常にこう当たり前に、誠実にというか当たり前にですね、作られている、そんなような暮らしの中で育ちました。で子供ながらにですね、やっぱすごい楽しかった、ぐるぐると回りながらこの家を楽しんでいたような気がします。でそれはですね、ちょっと自分が行く場所を自分で選択するというか、あるいは勢い余ってそのまま街に飛び出していくような、そういうような場が私の原体験としてあるなというふうに今回思い出すことができました。で大学院を卒業してですね、日本設計に入社しました。で新宿アイランドタワーというところで働くわけですけれども、そこで日本橋の再開発であったりとか、六本木の集合住宅だったりとか、超高層であったりとか、そういう建築にも積極的に取り組みました。で遠くから見える東京の風景っていうのを、大阪から来た人間が考えるっていうのはとても新鮮で面白い経験だったです。で確実に大きな建築というか、大きな敷地というか、大きな街でしか実現できないことはあるなと、この時はっきりと思ったような気がします。でそれはですね、ちょっと広範囲にわたってこう建築の計画が言い悪いに関わらず影響を与えるということに対する魅力を感じたんだというふうに思います。プロジェクトがですね、建築が建つその前にも、それから建ってからもですね、非常に長い間時間軸を持って建築を考えることができる、建築が時間をインストールするということに大きさというのがつながるんじゃないかという発見がありました。で日本設計に入社して3年目からですね、大阪の支社勤務になって、東野さんをはじめ日本設計の関西の方々と一緒に仕事をするようになります。でその中でその写真、これ上本町の航空写真なんですけれども、ここですね、これが上本町ユフラという建物でして、これが私が3年目から約4年ぐらい竣工まで携わったような大きなプロジェクトでした。その中にはですね、新歌舞伎座という、劇場が入っていまして、やっぱ劇場を設計するっていうのは今思えばものすごい高揚感だったなというふうに、出来上がるまではあまりこう強く、他のプログラムと変わらずやったんですが、出来上がってからはすごい非日常の空間を設計していたんだということが、はっきりと認識することができました。シェアオフィスという場所の関係性上、こういうことを皆さんにご了承いただければと思います。はい。でですね、
ただ、あの中で、また坂本冬美さんとか石川さゆりさんとか、そういうスターがですね、歌ってる、そういうすごい高揚感のある場にもかかわらずですね、これ PC 版の防音性能の PC 版が、その町に対して、どうしても壁として、そびえ立つ、あるいはこの広場に対して、攻撃場空間で、劇場の顔っていうのは出しているんですけど、中でどういったことが行われているかっていうのをお伺い知ることができないということに対して、違和感というか、なんだか、なんとかもっと町に開いて、こういった高揚感のある空間が町と接続されればいいのになというのを感じたというような気がします。やっぱりその建築がその引く線が、太線とか細線とか点線とか言うんですけど、こういう太線でバチッと設計されてしまうと、まあ、しょうがないですよね。何か避けられた話じゃないんですけど、設計されるときに街と分断される、その建築と内部空間とかの距離感が徹底的なものになるということを感じました。約9年間ですね、日本設計で、で、それから偶然が重なって、同じその上本町ユフラのすぐそばにあります場所を起点に自分の活動を始めることになります。この位置関係と、これがハルカス、ね、これがユフラで、私が今いる上町というのはここです。これが上町筋という筋で、接続されている、今徒歩5分ぐらいの距離です。で、この上町荘という名のシェアスペースなんですけれども、友人と3人で始めたんですけれども、1人は白洲博之という建築家で、もう1人は大工の伊藤智久という3人で始めました。で、上町荘というのは上町台地の、てっぺんのところに立っていて、非常に歴史のある場所なんですけれども、周りを歩くとですね、こういうふうに周辺に長屋がたくさん残っていて、細い、本当に細い二項道路の路地がたくさんあります。観察していると、その長屋からですね、さまざまなもの、主に植栽とか自転車なんですけれども、がにじみ出してきて、この道がですね、あたかもこう自分の庭のように使っているというような風景に出会うことができます。で、それは、なんだろう、占拠しているとか、そういう話も、スペースが小さいからそんなに反対すという話もある一方で、植栽がこの町に彩りを与えているというのも、ボランタリーな活動としても捉えられるというふうに思います。で、僕らも何かやろうというような形で思って、一つはこのハーブをたまたまあった花壇に植えました。これは近所のおじさんがご自由に取っていってくださいっていうハーブなので、取っていってます。全然美味しくないんですけど、リピーターは非常に少ないんですけれども、一度は試していただける。あるいはこのユーカリの木ですね、これも花壇にちょっと無理やり植えて、こっちはオリーブですね、植えて、それが町に対して顔を作っていくというような感じ。ウィーンとこう、非常にですね、もう道に越境するような形で、たびたび信号が見えないという問題を引き起こすんですけれども、その都度を買って、切って、メンテナンスして、少なくともこの緑が、この上本町4丁目の交差点に対して、役に立ってるとは言わないですけれども、少なからず風景を良くすることに貢献しているような気がします。で、2013年から始めたので、だいたい今で9年ぐらい経ちました。で、今私たちがいるのはこのホールと言われている2階、2層付近向けのスペースなんですけれども、その横のこの部分ですね、ここが大工の伊藤君というのが使用していたんですけど、これは旅する大工になるというふうにある時言って、旅に出てしまいました。で、それ以来、この、場所っていうのが、シャッターが閉まっているような形になってしまったですね。なんですけれども、ここをやっぱりなんか開きたいなと、シャッターが降りている風景っていうのは街に殺風景の印象を与えるので、とにかく開こうということで開きました。
この時はこういう雑壁がね、まだあったんですけれども、開いてみるとですね、なんというか、こう、町とこうつながったというか、真にこう町の一部になれたような気がしていて、八百屋さんとかお花屋さんとか、カラフル商店街にもたくさんありますけれども、そういうところはもう越境しながらですね、自分のなりわいを町に発信していく、そういうようなことの仲間入りができるんじゃないかなというふうにして、ここに事務所を作ろうと。出来上がりました。で、やっぱり僕らがやってること、僕ら自身が町を作ってるんだから、その人たちが町に顔を出さないのはおかしいとは言わないけれども、町に出した顔を出した方がいいな、というふうに思いましたので、こういうふうに、今日も非常に気候がいいので、開放して活動しているというような形で、自分たちのスペースなので、何かその町に対してこう発信すると同時に、そこでやった活動が自分たちの学びに直接的につながるというのは非常に一石二鳥だなということで、コンクリート、ポンプ車を呼ぶっていうリアリティは全くなかったので、とにかくコンクリートを手練りする、型枠を組んでみるということをやりました。こんなにドキドキするものかと。コンクリートの中身が完成して、しばらく経つの中身がどうなるかわからないという、そういうドキドキ感があるっていうのを恥ずかしながら今までそれほど感じたことがなくて、自分のスペースでそれを待つに開放して見てもらった瞬間に非常にドキドキした。出来上がるとですね、本当にコールドジョイントのお化けみたいなものが出来上がってしまって、当たり前なんですけど頭を抱えました。これが私たちの実力か。当たり前なんですけれども。だけれども、いかにしてコンクリートがきれいに打つということが難しいかということを本当に肌で感じることができましたし、それでもこうやって出来上がったものを壊すことができないコンクリートの恐ろしさというのを感じました。自分たちはこれを愛するしか方法がない。ということで、磨き続けることになります。何度も何度も痩せて、乾燥を待ってやっていくとなかなかいい風合いの表情になってきました。それがこの写真ですね。で、出来上がって、町と一体化するっていうことを考えたときに、なんかちょっと床をこういうふうに、敷地境界線ギリギリまでですね、ちょっとだけこうスッと差し出すように、町に手を伸ばすように床を出してみました。そうすると、土間空間が生まれて、そこになんか、自分の事務所でも町でもない、ような、そういうような、境界空間というか厚みのある空間が生まれたので、ここは公共的な場所かもしれないというふうにして思ったので、ギャラリーと名前をつけました。で、それがこの空間なんですけれども、こう毛色の違う話をしますけど、ここにもともと先ほど話になったシャッターがあったんです。シャッターって改めてこう偉大だなと。外部建具に求められる性能というのはいくつかあると思うんですけれども、防犯、それからまあ空気を分ける、だったりとか光を取り入れるとかいろいろあるんですけど、その一番ハードな防犯の部分を一手に担ってくれる、つまり中に人がいると鍵をかける必要はないわけですね。で自分が帰るときにこれをシャッターを閉めて帰るわけですから、それまでは実質建具というのは空調でも入れない限り必要ない。シャッターがあると外部建具というのは限りなく薄くなるんじゃないかなというような仮説を立てて、ビニールシート、厚手のビニールシートで建具を作りました。まあ、そういうふうにかっこよく言ってますけど、実際にはガラスを扱うというのは非常に怖くて、てか扱えるような気がしなかったですね。なので、自分たちが扱えるガラス的なものって何だろうというのを、中華料理屋さんのテーブルクロスとして使われるような厚手のビニールシートを思い出しました。ただこれが出来上がった後、コロナ禍になって Zoom がの会議が始まって、大変に後悔することがになりました。今もそうですけれども、車の通り人の通りって非常に多くて、ほとんどまあ外みたいな環境で私は仕事しているので、まあ、Zoom の先の皆さんにはたびたび迷惑をかけています。で、そうやってできたこのギャラリー空間とも言えるし、町の一部とも言えるし、事務所の一部とも言える場所は、
とにかく子供がなんかパッ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 ってこう駆け抜けていくような場所になっていて、この子手振ってくれてるんですけれども、すごく町となんか仲良くなれたようなそんなような気がしました。これなんか配達屋さんがこう運び込んでいるところですけれども、こんなような感じでも直接玄関通らずに荷物運び込んでくれるというような形になりました。でこうやって構想と施工を通して1年半ぐらいですかね、なんかしこ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 とこの小さなスペースを設計事務所として、作っていきました。でまあご覧の通り決して施工のクオリティっていうのは高くないけれども、とにかくさまざまな実験と発明とまではいかない、なんか気づきをどんどん自分のスペースだからという理由で作っていったので、せっかくできたので発表しようというふうにして思って、商店建築さんが取り上げていただきました。今働く場所もたまたまのコロナ禍であった、あんまり考えてなかった、考えてなかったんですけども、コロナ禍で、外で働くリアリティみたいなのが議論され始めた時期だったので、そこと何か親和性があったのかなというふうにして発表しました。そうするとですね、この雑誌を見た心斎橋で小さな立ち飲みスタンドを経営している方から連絡が来まして、こんな立ち飲みスタンドを作りたいということで非常に嬉しかったですね。やりますと。で行くと福岡だったんですね。博多 の繁華街の角地に立つビルの一角です。確かに何かポテンシャルを感じ、僕たちが YAP でやっている実践が立ち飲みスタンドというフィルターを通してまた別の何か発見があるかもしれないというふうに期待して、始めることにしました。で、この部分なんですけれども、2方向にこう接続されているんですけども、こっちは腰壁で、立ち上がっていて、上のオフィスビルからのファサードがこう連続されているんでしょう。でこっちは居酒屋さんの入り口になっているんですけれども、やや閉鎖的な印象になっている場所でした。中に入ってみるとですね、オフィスビルの水平連続窓を実現するために柱と梁が割とインセットされていて、そこの外側に雑壁というか、腰壁で、水平連続窓を構成しているというような形であるということが分かりました。メインフレームがこのインセットしていることによって、その一番外側にある外壁の存在が柱と一体化されていないから、非常に脆弱な何か壊してもいいような、そういうようなものに見えてきて、見えてきました。でこれ北九州という町で、北九州は立ち飲みのメッカというか発祥の場所だと言われているんですけど、そこの若松というところで、初めて角打ちの店だって言われている高橋酒店というところに、みかん組の澤部さんとか、日本工業大学の小川先生とかとたまたまリサーチで行った時のことを思い出しました。ガバッと開かれていて、どこが内なのかどこが外なのかよくわからない。カウンターでここでお酒をやり取りするのかな、あるいはここでなんかおばあちゃんが座って、お酒も飲まずに佇むことができるのかなと。すごくたった一枚のこんな写真でも想像力を引き立てさせてくれるような、そういう場所だったわけです。でそれを思い出して、また YAP でのオフィスの経験を思い出して、街の一部が入り込んでくるような立ち飲みスタンドを作れないかなというふうに思いました。立ち飲みスタンドってもう長いしないっていうか、パッと買ってパッとグッと飲んで、それでよし帰るっていう、そういうような場所なので、どっしりと座って本を読むようなカフェだったりとか、あるいは仲間と語らい合う居酒屋のような場所ではなくって、もっとライトな、それこそ公園とか広場のような機能性があるんじゃないかなというふうに思ったので、先の腰壁のところをですね、ガバッと開いて、また居酒屋の看板だったところをガバッと開いて、それでこういうふうに通り抜けできるような場所を作りました。やがてはこんな感じですね。
建具が完全に引き込まれて外部空間に物理的になるようにしたいというふうに言いました。お客さんもすごくてそういうふうに僕もしたいというふうに言いました。なのでこのお店はこの建具は今までしまったことがほとんどないそうです本当に夏でも冬でもこの状態で営業している公園のような場所です。でも中に入ると結構気持ちよくて、自分がいる場所とよりもその外側に自分がいる場所よりも広い空間が広がってるっていうのは心地よくて、飲んでみましたけど、今はもう本当にコロナ禍にもかかわらずもう山ほどお客さんが来ていると、まあ、クラフトビールのお店で、まあ、ブームっていうのがありますけれども、そういう経験がありました。でこれもちょっと自負アニメがあるんですけれども、まあ、いろんなこう YAP のオフィスの連続で考えてほしいっていうふうに言われたものがあって、とにかくその開かれた状態がデフォルトであるというような作り方をしました。でそうやって外壁と周辺環境との関係を考え始めたっていうのは、今思えばですね、この GIA 関西建築家新人賞を受賞させていただきました、この地上寺の住宅というマンションリノベーションが最初だったかなというふうに思います。地上寺の住宅っていうのは、まあ、こういうようなプランになってるんですけれども、マンション一室のフルリノベーションで、ヴィンテージマンションの5階の角部屋なんですね。こういうような部屋。でそこに僕はネストの巣と呼んでる場所を作りました。でそうやってこういう空間がまあ生まれるので、ここが光と風に満たされてこっちとつながると、そういうようなことを考えて、結果的に RC の非常に屈強な壁がこういう開口部と積極的につながることによって無化していくようなことを考えていたような気がします。まあ、当時は全然違うことを考えたんですけど、手つきが自分なりに似ているような気がします。で、まあ、周りを見渡すと、この五山の送り火のうちの4個ぐらいが見えるようなここが敷地なんですけれども、まあ、行ってみるとですね、非常にこう、よくある 2LDK のプランで、非常にこう暗くて、なんか光のそのすべてがリビングに集約されるみたいな、よくあるプランだと思うんですけれども、ね。でも3方向に、面している角部屋だったので、それをまあなんとかできないかなということで、とにかく、まず解体する。いつもそうですね。とにかく解体することが、イノベーション、始めているような手つきがあるんですけれども、そうすると、当たり前なんですけれども、玄関の方まで、ベランダ側からの光がこう届く。いうことをしました。この何て言うんでしょう、こう明るく光も風も回遊するような空気感っていうのを残しながら、でも居心地を作るような小さな巣を作る、そういうことが両立できないかなというふうにして思って、先ほどのこの建設しました。僕としてはこの子が家で、この外側っていうのはこうバルコニーとか玄関とつながってるっていう、そういう位置づけになっていて、そういう意味では先ほどのスタンド、普通のスタンドだったりとか YAP オフィスでの手つきにも似ているかなというふうに気がします。でその巣なんですけれども、どうやって作ったかっていうと、木造で作ることも考えたんですけれども、空間に対して木造のスケールが入ってくると結構ものすごい圧迫感があるなというふうに思ったので、むしろ鉄骨造で薄くギリギリ家具に近いような寸法で作れないかなというふうに思ったので、東大阪の鉄工所にお願いして22個のユニットに分割して、非常に高い精度でまずそれを、まあ、だからほとんど部品図書いてたような設計だったんですけれども、書いていって、でそれを先ほどの踊り場がたまったので、そこに乗せて、そこにあった開口窓が、まあ、最大寸法なんですけど、22個設計するときの、そこから持ち込んでいって中で、組み立てていくというようなことをやりました。でそうやってできたものっていうのは、こういうものなんですが、玄関入ったらこの光が入って、こっ
ちらも守られた寝室、玄関入ってすぐ寝室なんですけど、でくるっと横に曲がるとバルコニーまでずっと通り抜けていきます。でその間に施主があのミュージシャンなのでピアノのスペースがあったりとかレコードのスペースがあったりとかダイニングのスペースだったりとか、あるいはキッチンの作業場といった生活の根幹をなすような場所というのがこの室の中にある。奥まで行くとこれリビングです。そうするとあの先ほど仮置きしてたこの車線制限できたテラスなんですけども、ね、にぶち当たる。で振り返ると玄関の方からも光が差してくる。でキッチンの方を抜けていくと玄関入ってすぐ先右に行きましたけど左行くとお風呂があるんですね。なのでお風呂にも南側の東側のバルコニーからの光が、まあ、ギリギリ届くというような構成になっていて、とにかく行き止まりを作らないというか、まあ、回遊しながら、選択しながら暮らす住まいみたいなものを考えました。でここですね、なのであの先ほども言いましたけれども、この外壁で内外を区切るというよりもむしろこっちで内外を区切っていて、こういうところとこうつながっていくっていうようなあの作り方をしています。それがこの場所のポテンシャルだというふうに思いました。またさっき最初に言ったその回遊できるとか、まあ、選択できる喜びというのをインストールしたかったというのがあります。こんな感じであの小さな空間とかリノベーションですねの設計を通して、町とか周辺環境とかと内部の空間をあの、まあ、薄い境界線でブリッジしながら、また時にこう越境しながら、その関係性っていうのを考えるのは僕はすごく楽しいですね。公共空間と建築の内部空間の関係性が、なんかボタンをかけ違えているものをリノベーションで、そのちょっとかけ直していくっていうか、一つ一つその関係性を修繕していくような面白さを感じるし、活動の意味を感じます。一方でですね、あの、さっき最初に話した新宿の話に少し戻りますけれども、そういった小さな空間の実践にはない敷地だったりとか建築自体がある程度の大きさを持つ、とその大きさっていうのは、まあ、高さだったり長さだったり広さだったり、そういうものですけれども、そういうもの自体が公共的な価値を持ち始めるなってとも思ったりするんです。今この上松荘のホールっていうのは高さ 4.8 メーターぐらいの天井高があるんですけれども、この 4.8 メーターの天井高がここでコンサートを行わせてくれるし、あるいはショートレクチャー、あるいはマルシェ、そういったような活動を引き起こしていると。高いとか長いとか大きい、広い、そういったものをに憧れがあって、小さな空間の実践とまた別に、公共空間と建築空間の関係性を考える上で、非常に僕にとっては重要な実践に、つながっています。ちなみに今出てるのはこれ、あの愛媛県の八幡浜というところにあるあの木造の小学校、日槌小学校で、あの辺りでいろいろとあの仕事をやってた関係もあって何度か行ったんですけれども、すごいいいんですよね。何がいいんだろうなと思って見ていると、こういうそのオーバーハングしてその川の方に越境していってるような自分の、まあ、敷地の考え方どうなってるか僕は分からないですけど、敷地云々よりもあるべき姿に対して素直に、建築が動いている。あるいはこの階段もちょっと怖いんですけどねあのすごく良くて、子供たちは楽しんでここを上り下りしてたのはよく分かる。でもその越境していくというか、向こう側とこちら側をつなぐその場所が丁寧に設計されているような印象になっています。あと、ここいいのは川があるっていうことなんですね。この川があの長さだったりとか、その自分が見えないところまでこの空間がつながっているんではないかっていう想像力につながっていて、長いものを共有している、それに従っ
したがって建築比率書は細長いんですけれども、細長く設計されているっていうことが、なんだかすごく公共的だなと。そんなことを、これ万里の長城行った時の写真ですけれども、万里の長城っていうのは、まあ、建築とも言えるんですけれども、道とも言えるし、壁とも言える。なんかこれだけの長さを持つと、無視できないその公共性というか、みんなのもの感があって、なんかそういう、こう、公共的な大きさとか長さが持つ公共的な価値っていうのも同時に考えていきたいなというふうに思います。名古屋といっても少し北の方なんですけれども、に立つ安田株式会社という物流、アルミ製品とか金属製品を扱っている会社さんの物流の拠点。これ現地調査の時の写真なんですけれども、長いんですよね、材料が、最大で6メーターになる可能性があると。でこれは建築空間、倉庫とか、あるいは、そういう物流の拠点が持つ大きさにつながって、その物のスケールから建築のスケールが決まってるんだと、当たり前のことを気づくわけですけれども、ここの倉庫が まず足りない、ちょっと増築したいというのが一つありました。であと名古屋支店なので、支店の皆さん、支社で働く皆さんのためのオフィスっていうのも同時に作りたいということで、これを増築していくようなことになりました。私が増築したのはこの部分なんですけれども、向こう側に見えているこういう建築は元あったさっき言ってた倉庫です。でそこに対して、こういうこっち方向に増築する。でさらに2階にオフィスを持っていくんですけれども、そもそもですね、必要な高さ、7メーターぐらい、やっぱり階高がないといけない。で2階建てぐらいの寸法になるんですね。物の寸法がスーッと引き伸ばされてきて、2階のような1階が、確実に必要になる。そこに馴染ませるようなオフィスを作ることも考えたんですけれども、その上にこの2階部分をつけましたら、実質3階みたいな場所です。でこれは周辺がこう五条川、川好きやなと思ってたんですけど、五条川で川が流れていて、でここに見えてない、これはもう新緑の季節なんですけども、桜並木があるというような場所で、ここなんか美北遊歩道と名前がついてて、ずっとこう向こうまでこう歩いていく散歩道になっているんですね。なんですけど、周りの工場を見ると、こういうふうに、当然工場とか倉庫なので、そのこっちが遊歩道なんですけれども、遊歩道に対してこう必ずしもこう開いてないというか、ような作りになっていて、それはそうだと思うんですね。で、倉庫とか工場なので、切妻屋根の合理的な形をまずボーンとその敷地に置いて、なんですね、川は自然です、曲線です、ね。なので、その曲線のラインでズバーンとこう切られるわけです。そうすると、こういうなんか変な変形した切妻屋根みたいなものが、台形にこう切られると生まれるっていう、そういうのが、いくつか見受けられました。これは2階のプランなんですけれども、敷地が、こんなような形です。こっちは川になっています。で、僕はここに対して、切り妻屋の4弁で作りました。それをズバーッと切り落としたというような形です。そうやってできたものが最初の
ちょっとこれですね。これになります。だから、なんか、すごく過激に見えるんですけれども、実はこの周辺にはこういう、なんか変な立面図というのは、割と自然と出てきてしまう、そういうような敷地だったので、それを生かそうというふうに思いました。で、執務空間のメインは、この部分、この部分なんですけれども、閉じた部屋をこういう場所に配置して、ぐるぐるぐる、回遊できるように計画をしていて、そうすると、こっち側がガラス面になりますので、桜に向かって開く、道に向かって開くというような立面が生まれます。そうやってできた2階の空間というのはこちらですね。廊下がこんな感じ。上にこう大きな、その部屋によらない大きな切り妻屋根がかかっていて、そこに 2.2 メーターぐらいの高さの低いボリュームで閉じた部屋を形成しているというような形です。このピロティがここなんですけど、川に対してこう、なんていうかな、開くっていうんですかね。そういうような、また、なんかユーモラスな、こう、表情っていうのは、五条川に向けて、顔を出す。川からの風景を一変させるっていうのが、一つやりたかったことです。で、また、それがですね、この 6.5 メーターという、ものの寸法から弾き出された高さ方向ね、高さ方向をこう合理的にというか、植物的にこう組み合わせると、まあ、こういうようなボリューム構成になって、それがまあたまたまなんですけども、この桜並木と同じぐらいの高さとして、設定されたというような感じです。出来上がった後、ここで切れてるんですけど、ここから向こうが増築。が既存で、とにかく長いものがダーッと並べられていました、はい。材料の長さによって生まれた2層分の1階のピロティがこれですね。ここでお花見したりとかしてるそうです。でこれ道路から見ると、こういう形になって、この桜並木が。でこう道路側の風と光がこう抜けていって、向こう側に正面性をもう一度作るというようなことを考えて設計しました。で、その安田株式会社さんでは、この最初に言った大きさのことを考えるときに、高さっていうのを一つ、ポイントにしたんですけれども、この次の建物では長さっていうのを、考えてみようというふうになりました。これ愛媛県の伊方町という場所に立つ観光交流拠点施設なんですけれども、佐田岬半島というのは非常に長い半島のその本当に端っこの端っこに立つ場所です。フェリーターミナルが隣接していて、大分県につながっていくですね。なので、九州から四国に何か物を運ぼうと思うと、まあ、みんなこの道を通る。だからトラックとか物流のお客さんも多いし、だから松山に限らず、高松に運ぶにもこの道、このフェリーを使うっていう、そういう位置関係です。ここです。ここも大分県です。これ40分ぐらいつながってる。ここで四国に入っていかなければ、ぐるぐるぐると山口県、福岡県、山口県で全部通っていかなきゃいけない。みんなそこを通って、九州と四国の玄関口に上がっている。そういうのは場所です。で、プロポーザルだったんですけれども、敷地に行っていました。ちょっと変な防線になっちゃってて申し訳ないんですけれども、こっちに岬の集落というのが、まあ、広がっていて、それほど大きな集落ではないんですけども、こっちに岩海という海が広がって、ここに心がかりの既存の建物があったんですけれども、
まあ、あまり機能していないというような形で、その横にあるこのもうなんとも手のつけようがないぐらい広いバックグラウンドぐらいのなんか大きさを感じるあの広大な敷地をプロポーザルで与えられたわけです。でどうしようかなというふうに思いました。またドローンで撮った写真です。あの物理的にはこの時点では海と このこちら側の集落っていうのは、まあ、遮るものがないのでつながってるんですけれども、本当になんていうんですか、心理的な距離があってつながらないなっていう、そういう距離感でした。それに加えですね、南海トラフの問題、特に伊方町は伊方原発のある場所なので、まあ、原発にはこれ関係ない場所ではあるんですけれども、あの南海トラフに対しては非常にセンシティブに皆さん考えられていて、とにかく壁を建てる、堤防をかさ上げするんだと。もともとはこの 1.1 メーターぐらいでしたね。の堤防だったのをかさ上げして 2.5 メーターの堤防を作るということがプロポーザルの点で決まっていました。距離によって分断されている海と集落の関係性をさらにその南海トラフの堤防の 2.5 メーターの壁がさらに分断すると。まあ、そういうような場所で、果たして建築の設計は何ができるんだろうというようなことを考えました。で考えたのはですね、この堤防が RC の屈強なものなんですけど、ね、これをこう90度回転させて、同じような屈強な RC の壁をあえてずっとこう集落の方まで引き伸ばしていくようなことをしました。でその強く固く作られた RC の壁に対して木造と一部鉄骨の柔らかい構造が屋根と円を形成している。ほとんど平屋で一部、ここだけ2階建てみたいな建物なんですけど。でそこにヒューマンスケールの小さな小屋のようなものがこう取り付いていて、海のスケールとこうを受け止めて、それをこう延伸していって集落とつなげる建築を通して、建築の長さを使って、集落と海をつなげるということができないということを考えました。で出来上がったのはこんな感じの、こんな感じの建物です。まあ、このばかりの、この建物に対して、とにかくほぼ平屋で、建蔽率の方をこうできるだけ上げていくような形で、作りました。そうすると、集落、作りました。で、こうずっとこう上がっていって、徐々にこう2階にアプローチしていくんですけれども、まあ、普通に考えるとですね、こっちは国道ですので、車の方々もこういうふうにアプローチしていくので、こっちが顔なんですけれども、先ほどのあの五条川に顔を向けたのと同じような手つきですけれども、これフェリーの側から見た正面で、むしろその、片流れの屋根でその大きい方の面をですねスケールの大きな方にこう開いていく。でこれ多分集落の方に逆に開いちゃうとなんかちょっと監視されてるっていうんですかね、あまりこの集落の人たちが気持ちのいいような構えにならないような気がしたので、むしろこうスッとこうすぼめて、そこからこう中に入ると海の方に広がっていくというような構えを作ることにしました。これがフリーなんですね。で集落側から見るとこんな感じ、まあ、ランドスケープがずーっとこう上がっていって堤防の存在をなるべく消すということをやっているのが一つなんですけれども、集落の方にはもうとにかく間口を広く階段で開く。でここが、まあ、非常になだらかな階段になっていて、スロープ向こう側から上がってくるんですけど、こうぐるっと回ってずーっとこう続いていく、海に向かって続いていくスロープ、長いスロープを計画しました。たまにこうやって建築の中に入ってます。でまた出て中に入って、でずっと中に入っていって、食堂に行ってます。そ
そこで初めてこの大きな業界のスケールと調停されると。スケールが集落の建築のようなものと、本当に取り尽くしもないような広大な空白の敷地と、そのさらに向こう側に、終わりのない海、というようなところに建築の長さを使って、そのスケールをこう調整していくような建築ができないというようなことを考えました。なんか、最初に話したような小さなリノベーションで、まあ、建具を開くとか、あるいは床をちょっと伸ばすとか、越境するとか、そういう一体化する、町と一体化するとか、そういったこともすごく公共的な振る舞いをする上で大切だなとも思うんですけど、いざこういう大きな敷地を与えられたときに、その大きさを規定して、その建具の問題にするしたりとか、床の問題にするんじゃなくて、その大きさとか高さとか長さみたいなものの価値をしっかりと、それポテンシャルだと思うので、生かすっていうことをなんか考えれたらいいなというふうにして、作りました。こんな感じですね。こう上がって、ちょっと解説しますと、こうぐーっとこう上がっていきます。こう海にたどり着きます。こう曲がっていって、こうテラスに出ます。テラスはこう階段で上がって、下に下がっていく。こっちはこうストリートがこうずっと軒下空間がつながっていて、これはこのまま海のテラスというところにつながっていくんです。でこの辺りで、縦動線がもう一個、ここですね、あって、行き止まりのない、こうずっとこういろんなところに外に出たり、広場に出たり、フェリーの方に行ったりとかっていうようなことができるような、まあ、作りをここでもしているというようなところであります。これは僕行ったことはないんですけれども、サンパウロの東野さんのお膝元っていうんですけど、美術館、リナボバルジーの、行ったことないんですけど、すごい好きで、なんだかこう、それぞれの人がそこにいることが許されていながら、一人でもいられるし、あるいはみんなで何か集まってこう活動する、なんかマルシェとかも行われてるみたいなんですけど、そういうこの大きな空白の空間っていうのが持つ、個人でいること、集団でいること、両方こう許容するような、そういう寛容さっていうのはすごく魅力を感じます。だから天井高とか、なんか、もうちょっと高くとかちょっとやっちゃうんですけど、絞る方向よりも、もうちょっと広く、もうちょっと高く、もうちょっと長くってなんかやっちゃうんですけど、やっぱりそれが持つ寛容さっていうのは、なんか魅力を感じているのではないかなというふうに思っています。今、宝塚で、京都の木村松本さんと一緒に取り組んでいる、アルデコムという建物の、今これ基本設計は私設計に入ったところの模型なんですけれども、障害者の方々が集う、スポーツを中心とした交流の建物ですね。まあ、障害者の方々っていうのは、いろいろな生きづらさを感じてらっしゃる。だから、必ずしもみんなで集まりたい人だけじゃないし、自分一人でいられる時間もすごく大切だけれども、それが家ではない場所に必要だというのが、このクライアント の, 問題意識の根底にあります。だそういった建物を設計するときに、どういう空間が必要なのだろうというふうに考えると、やっぱり寛容さなのではないかなというふうに思って、ここでは天井高が、階高が1階が6メーター、で2階が 3.8、3.8 っていうので、ドーンキュッキュッみたいな作り方をしています。そこがまあずっとこう、通り抜けられて、行き止まりがないような形で伸びていってて、そこを、まあ、可動の建具でいくつかの部屋に区切っていくんですけれども、だけれども、
地面にある下地は白紙の広場っていうか、でそれがある天井高を 持ち出すと、結構その一人でいられるっていうような空間になるんじゃないかなと期待してやっているところです。高さがまだ6メートル、広さがだいたい1700平米の一室空間をまず一旦作る。そこに対して必要な、空間をこう設えていく。そういうような順序で考えています。応用力がまず床が担保するそんなイメージで。なんでちょっとそろそろまとめに入るんですけれども、自分の考えていることっていうのは、なんか小さな空間を設計することもすごく多いんですけれども、その時には、多少その外部とのその境界っていうのを、弱々しいもの、ビニールシートとか、ポリカスタミータとか、そういうものを利用して、あともう開けっぱなしとか、そういうものを利用しながら、なんか周辺とこう、関係を取り結びながら、周辺の力を借りながら、公共的な空間を満たそうとする気付きがあるのかもしれない。一方で、その建築自体が高さだったり、長さだったり、広さだったり、大きさと言われるものに、感じられるような敷地だったり、建物だったときには、その価値というか、ポテンシャルを生かして、何かこう、包容力のあるような場所、なんか確認をして、個人が個人のままでいられるっていうような、かつ集団で、活動することもできるような、そういうような建築。で、かつ、逃げ場があるっていう言い方をしてるんですけど、選択できて、回遊できて、行き止まりがないっていう、そういうものが作れたらいいなと思ってやってます。これ最後のスライドなんですけれども、ちょっとインターネットから拝借してきた綺麗な写真ですけれども、鴨川の風景が好きだなと、川ばっかりですね、鴨川の風景が好きだなと思っています。なんか鴨川のその河川敷っていうのは、よく東関、鴨川東関とか言われますけれども、なんかストリートミュージシャンがそこで、何か引き出したら、その等間隔でいた人たちが、わらわらわらっとこう、ぎゅーっと集まっていって、その一つの活動体とか運動体になるようなこともできるし、それが終わったらまた等間隔にこう分かれていって、一人でいて本を読むようなことも許されるっていう感じが、すごくいいな。それと何から生まれるんだろうなっていうのをずっと考えたんですが、この、長さというか、もっと大きなものをその共有している感覚が安心感につながって、自分がちっぽけな存在になれるっていうか、そういうことなのかなというふうにして、この写真を見ながら思いました。で一方、建築の方に目をやると、この自然のこういった、ビッグスケールのものと建築の間にそっと差し出されたこの越境的な床、これがなんか町と自然との距離をこう近づけていて、その間に人がいるっていう、そういう関係性がなんか鴨川の風景のを分析するとそういうことなのかなというふうに思って、だからなんかこうそこにいることが許されるような、町の一部になれるような空間外見ができるのかなというふうに思いました。できるならば、こんな鴨川の風景のような朗らかな共有の風景を生み出せるような建築を作れたらいいなと、そんなことを考えているのかなと、今回の時間を通して考えさせていただきました。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっと私、今日はコーディネーターではないんですけども、ちょっと話しつなぐためにちょっと登場させていただきます。はい。ちょっと、今日、山口さんとですね、榊原さん、東野さん、岸さんという3人、の建築家が、参加いただいているわけなんですけども、それぞれ、山口さんとの関係というか、例えば大学で一緒に、設計演習に取り組んだであったり、日本設計の同僚であったっていうことであったりとか、あとそれぞれお三方立場っていうか、それぞれ立場が違うっていうところで、やっぱりちょっと多角的にですね、その山口さんを切り取ることができるんではないかっていうところからスタートしておりまして、すごく今お話しいただいたこともすごくスケールの小さいものからスケールの大きいもの、それとも町とのつながり方っていうのも全くそれぞれが違ってるわけなんですけども、そういったところですごくやっぱり話を広げて、残していきたいというところが企画の趣旨でございますので、ちょっと順番にですね、榊原さんから始めてですね、ちょっとどういった関係性があるのかっていうことをですね、まず簡単に山口さんとの関係性から説明いただいてですね、それでちょっと今のお話ですね、まず経営会の東野さんの方がいいかなと思いました。それでは東野さんを説明ましょうか。はい、日本設計東野ですけども、今回山口さんに登場していただこうって言い出すのが僕なんです。で、JIA の活動で、やはりこうアトリエ事務所の方と、組織事務所の人間も入ってるんですけども、やっぱりこう、関わってる仕事のスタンスであるとか、見方っていうのが、それぞれの立場で違うなとか、経歴も違うなと思っていて、で、山口さんをご紹介したのは、組織事務所出身でありつつ、今アトリエ事務所で、かつ教育者としても活動を始められているということで、いろんな領域で活動されているので、JIA の活動にも非常にこうコミットするかなと思って紹介をさせていただきました。そのままなんかちょっと質問とかもいいですかね。山口さんというか、山口くんと呼ばせてもらいますけど、さっきの紹介でもあったように、上本町ユフラーで一緒に仕事して、もう十数年前ですけど、でそこからもうよく知っているので、非常に親しい関係なんですけど、当時と変わってないなって思うところと、逆にちょっと期待を裏切られたというか、イメージが違ったなっていうところも実はあります。はい、で一緒に仕事してるときから、比較的、講釈垂れというか、小難しいことを言うというか、言語化、言い方すると、非常に観察力と言語化に長けた人だなと思っていて、一つの線を引くにも非常に理由を求めてくるというか、感覚でなんとなくいいんじゃないっていうのは、絶対こう、受け入れられないみたいな。美しい きれいかどうかっていう議論もあまりせずに、そこの形には何が意味があるんですか、なぜこうなんですかっていうところを非常に会話したなっていうのがあって、で今日のプレゼンテーションでも非常にそういうのが感じられて面白かったなと思います。で裏切られたっていうところはもっとこう組織事務所にいたっていう経歴を生かして、どんどん大きい仕事って言ったら変ですけど、公共に開かれた大きな仕事を関わっていきたいのかなと思った節もあって、で非常にもっとこうヒューマンスケールというか、本当に1分の1の世界でインテリアであるとかをやってるっていう意味で、実はスケールの話されてましたけど、スケールというよりもその都市であるとか環境との向かい方の方、その人のその境界線だとか、そちらに興味があって、それが結果的にスケール大きいものにもつながる時もあるし、小さいものになる時もあるっていう、あまりこの大きいものを思考したいっていうわけではなくて、関係性を再定義したいのかなというふうにちょっと思いました。はい、ちょっと山口君のイメージが変わったかなと僕は、僕の中でね、思います。ちょっと感想みたいになっちゃいましたけど、そうですね。昔はというとあれですけど、設計で勤めてるときは、から確かに先ほどいいように言っていただいたんですけど、変わったとか変えた
ってはっきりと認識していることが一つあって、それはいいと思うものしか作ってあかんなっていうことなんです。なんか日本設計の時に組織でやっぱりいろんな人と関わりながら大きなお金を預かってるっていう時に、やっぱり意味性も含めて、あるいは機能性も含めて、もっと言うと歴史の中にどう位置づけられるかっていうことも含めて説明可能な状態であるっていうのをすごくそうしなきゃって強く思ってたんですけど、こうやって放り出されて勝手に出ていたんですけど、出されると、もっとシンプルに、いいものを作ることが多分僕らの役割であって、そこに言葉が必要な時もあれば、ひょっとするとそうじゃない時もあるっていうふうに思い出したような節があって、なので、講釈垂れだった自分を、ちょっと今、戒めるようなところもあって、もっと自分がいいと思うかどうかっていうの感覚が先にこう動くかどうかっていうのをなんか大切にしているっていうのは一つあります。あと、リノベーションの話なんですけど、ちょっと今日は時間が限られたので話しなかったんですけど、今いろんななんか自分たちで、スタッフも一緒にです。もちろん彼がメインぐらいなんですけど、既製品に頼らないというか、既製品以外にもいろんななんか素材仕上げとか、なんか自分たち手動かしながら発明していくとか発見していくようなこともやってるんですけど、それは大きな建物でなかなか今の僕らの力ができなくて、そういう小さな空間で、しかできない。ゆくゆくは何か佳境できたらいいなとかっていうなんか夢みたいな話はあるんですけど、右手で一方の手で大きな空間を大きさを扱いながら、もう一方の手でその緻密さとか細かさとか面とか線とかそういうものを扱っていくような手つきを今 やりたくて、それがひょっとしたら裏切られたっていうか予想外だったっていうことなのかもしれないんですけど、その音のみたいな。そうですね、感覚的にいいこれが好きとかいいとかっていう、はい、そういう身体的なものも含めて感覚を研ぎ澄ます部分と、はい、もう少しこう言語化して、観察からという言語を形にしていくっていう作能的な部分が、はい、両輪でやってるなっていう、まさに今おっしゃってた感じ。ちなみにあそこの壁ってあれは何なの？自分で打った壁、コンクリートの、はい、あれは何の機能の？模型の収納だ。模型の収納だ。異常に軽いもの、異常に重いもの。そうそう。なんで RC で打ったんだろう。そこも、これまでの私だったら、いや、こんなん作ったら壊されへんし、説明不可能なものなんですよって。だけど、自分の中で納得できたのは、普段アトリエでやってると、木の知識どんどん入ってくる。木を扱うことすごい多くて、木に詳しい人が周りにたくさんいて、なんか身近な材料なんですね。で、上町層って鉄骨像。でこう鉄骨が昔はこういうなんかふにゃふにゃのぐちゃぐちゃの鉄骨組んでたような、でもここのディテールあんま変わってないなとか、なんかそういうことをこう見てたらなんかいろいろ思うんですけど、コンクリートがないと、この上町層にコンクリートがないというふうに思って、RC の建物を設計することもあるんやから、目の前にコンクリートの壁があってそれを見ながら設計せなあかんのちゃうかって話になって、打とうと。目の前に誠建設の、もう、すごいですね。手本のような、きれいな、ポンプ車がね、もう何台も来るんですよ。もうドッ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 、そのポンプのコンクリートを15秒ぐらい借りたら、もう全部ダーンって振ってるような。え、向き？鉄筋入れてる。はい、さすがに。
ちょっとこう、そういうような理由でした。まあ、実はもう十数年の知り合いで、独立されてここに移ったのもずっと前から知ってるんですけど、実は来るの初めてなんですよ。なかなか行く機会が、ないっていうか、なんだろう。まあ、事務所立ち上げた時も、まあ、すごくこう、順風満帆に見えるんですけど、いろいろこう、苦労もしてたっていう話も聞いたので、まあ、こういう機会に、これ、初めて来れてたって感じです。ありがとうございます。続いて、大丈夫ですか？はい。岸です。なんかすいません、東野さん、榊原さんに並んで、一緒にお話させていただいていいのかなっていうような気分ですけど、私自身は、多分一方的に山口さんの存在を知ったのは、まだ日本設計におられた頃だと思うんですけど、アーキーフォーラムですかね、はい、あれ の, 企画をされて、三田さんとでしたかね、はい、されていて、なんかその講演会を聞きに行かせていただいたときに、なんかもうその会社にいながらこういう活動されてる方がいるんだっていうのを知ったのを覚えてます。で、年齢的には多分私が一学年下なのかなと思うんですけれど、はい、そうですね、ちょっとすみません、なんか無理くり関係性を探すようで申し訳ないですけど、3年前に天神橋筋6丁目の駅前の今昔館で、そこでちょっと住まいをデザインする顔っていう、40代前後ぐらい の, 関西の、若手の展覧会をさせていただいたときに、一緒に出させていただいて、でちょうどその時、この、事務所の計画をされてたあたりだったんですかね。はい、なので、そのコンクリートだったり床のサンプルだったり、なんかそういう素材 の, 展示をされていて、で、まあ、イメージとしてはユフラを東野さんと一緒にされたことも存じ上げてたので、まあ、大きいものを押されてきてそういうものが得意だっていう印象があった中で、あ、なんか独立されて割とそういう、なんて言うんでしょう、近い目線のものというか、そういうところにも興味を持たれてるんだなっていうのがちょっと意外だったのと新鮮だったのだったっていう印象で見せていただいていました。はい、なんかちょっとで、そうですね、で、大阪の方で今まあ教えられてる大阪一大を出られてるというのも存じ上げてたんですが、なんかそのお生まれになったお家のお話っていうのは実は今日初めてお聞きして、で、ね、で交渉されてたっていうのもちょっと初めて知りまして、なんかそのあたりがそこの原体験がなんかこの上松荘の事務所に現れてるっていうのはなんかすごく腑に落ちたという気がしましたし、なんか使われていたなりわいっていう言葉がなんかすごくいいなと思って、なんかもっと割と、なんていうんでしょう、やっぱり組織設計に盛られた方っていうところのちょっと、なんていうんでしょう、僕らアトリエ事務所やってるものからすると固いイメージだったところが、なんかその使われてた言葉になんか人間味を感じたというか、別にその地を通ってない方だとは思ってませんけれど、なんかそこに温かさを感じたなっていうのがちょっと新しく一面を見せていただいた気がいたしました。すみません。質問ですか。質問ちょっとなんかバラバラとなりそうなんで、またでもいいですか。はい、はい、そしたら榊原です。私多分山口さんを存じ上げたというか知ったのがさっきの一方的な話で、アーキフォーラムだったと思っていて、で、まあ、やっぱりその時に、まあ、建築を言葉と言語化するということに対して非常に大切にされている方なのかなという印象をずっと持ってました。で、私の立場から言うと山口さんと一番一緒になるのは大学の教育の現場とか、あるいは学生の方を交えたような場でなることが多いんですけれども、
その時にやはりどちらかというと理論的に学生に対して示唆するということが多くて、言うならば美し私が行っている大学大阪芸大ということもあって、感覚的にこう作り上げていく学生も多い中で、やっぱりそれにどう理論を与えていくかということをとてもなんか大切にされているような印象を受けたものですから、今日はまずお話を聞いて、意識的にされている部分もあるかと思うんですけども、結構感覚とか実験的なことで設計を進めていらっしゃるということは、さっき東野さんがおっしゃったような、ある意味で期待感を裏切られたりというかなんかそういう印象というのは実はありました。やっぱり一連のお話を聞いてると、公共というか、公共イコール社会性というのか、あるいは人がいる居場所というのか、そういうものと、建築はどう関連していくのかというか、何かそういうことに関心があるのかなというふうにちょっと思ったんですけれども、で先だってちょっと下打ち合わせをしたときに、山口さんが僕は今住宅をあえてやっていないんですよと、あえてなのかな、住宅はあまり小さいものとどちらかと大きい、今日ご説明があったようなものをされているっていうお話があって、で住宅というか結局こう公共的に建築を開くっていうことが、やっぱり人の振る舞いをどのように生むかっていうことと結構関連しているような気がしてまして、でやっぱりその住宅っていうのが言うならばその、人にとって原点となるような、ある意味で居場所だと思うんですけども、じゃあ仮にその住宅を、その公共性を持たせるあり方みたいなものを考えたときに、なんかどういう可能性があるのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなというふうに思います。ありがとうございます。住宅に関してはすごく、なんて言うんだろうな、いろんな思いがあってまずすごくやりたいっていう思いがあります。だけどなんていうか、つまびらかに言うとことごとくポシャッ、なぜか計画が、お話がちょっとあったとしても、ってことですか。で、多分それはうまくお客さんが求めてるポイントっていうのを多分そんなにこう捉えられないっていうか、自分が考えてることを伝えることはできてるんだと思うんですけど、もうそれがいざ自分の持ち物っていうリアリティになった時に、なんかひょっとするとこううまくそこにタッチできるような立ち振る舞いに含めてできてないのかもしれないんですけど、とにかく結果というか起きてることっていうのはそういう状況で、でだから住宅やらないって言うつもりも全くないんですけど、そういう状況です。で逆に、誰のものでもない感じっていうか、それ例えば法人さんでも、たとえその社長さんとお話ししていても、それって社長さんのものにはどこまでいても絶対にならない法人である以上、そういう人と何かみんなの共有物みたいなものを設計するような話 をすると、ほとんどうまくいく。なかなかその住宅 の、 建てる方で通られることがない、私的なもの、あくまでも私的なものだし、ある意味建築士さんお金を払う方でもあるので、その意識をなかなか公共に開くっていうところをなかなか共有できる方っていうのは少ないと思うんですけどね。だから結果として何かパブリックに開くような立ち方っていうのを、なんかやっぱり可能性はすごくあると思っていて、でうちの事務所もそうなんですけど、やっぱり人がいる姿がその街並みに現れてくることっていうのはとてもすごく大切で、なんか人のなりわいとかっていうのが、その中にじみ出してくる、でそれらが街と関係性を持つっていうことが、やっぱりその、小さな経済圏みたいな気づきみたいな話だと思うんですけど、
それはものすごく大事だなと思っていて、なんかそれをこそっとやってしまうみたいな、そういうなんか住宅の建ち方みたいなものがなんか可能性としてすごくあるんじゃないかなと。だから言葉として多分みんなで共有するとか公共性を持たせるみたいなことをやっぱり建築主さんに言うと住宅ってすごく難しくなってしまう。難しいですよね。それはすごい感じてて、よくアメリカの社会教育学者の方が言うサードプレイスっていう言葉があるんですね。ファーストプレイスが、家で、セカンドプレイスが、職場とか学校で、で、サードプレイスっていう話が、そのなんか枠組みの中に自分の活動をなんか吸収されるのもちょっと違うんですけど、だけど、家が居場所としてあって、で目的、自分がその狩りに出るというか、仕事に行くって、そういうセカンドプレイスがあって。で、僕は多分サードプレイスをいかに作っていくかっていうことに興味があって、やりたいんだと思うんです。そこが、今、スタバとか、すごいうるさいですよね、スタバ。喧騒、都会の喧騒の中、その音の力を利用して無色透明になれるっていうサードプレイスはあるんですよ。あるんですけど、じゃあそこで一緒に何か活動しようっていうようなことって生まれないし、そもそもそこに、お金を払っていってる。あるいは地域図書館とかもね、行くこともありますけど、それは静けさが前提になっていて、静けさの中なんで全員静かにしてるから俺も静かにするっていう、そういう一人になりたくと思ってて、そういう場所あるんですけど、そうじゃない場所ってどうやって可能なのかっていう、それだけ考えるのも結構すごい難しいなと思って、で、さっきの、さだめ先の建物とか、今やってるアルデコムとか、いろいろ頭を悩ませて考えているんですね。それでいくと、やっぱ浅田航さんが、スミビラキっておっしゃいますけど、結構やっぱりちょっと懐疑的というか、なんか、あれは浅田さんの問題系っていうか、その人の問題系がすごい強いような気がして、建築の問題系である前に、その人がどうあるべきかとか、どうありたいかって、その暮らしって何なんだみたいな話が、やっぱり芯にあるような気がしていて、でそこになんか建築がうかつに、踏み込めないんじゃないかっていうような感じがあって、でも食住一体で、なりわいがあって、なんですけど、それって、なんていうの、やっぱ、セカンドプレイスなんで、ファーストとセカンド仲良くなれるんですよ。それをサードとはやっぱり言えないはずで、違うもんだと思うんですよ。なので、もちろん、そうやって住宅の中で公共性っていうのを考えていきたい気持ちはあるけれども、むしろすごく大切に守らなきゃいけない場所なんじゃないかっていうような感覚も一方であって、セカンド、サードが開かれていく、その透明になっていく社会の中で、ファーストの場所をどう設計していくかっていうのは、同じように無色透明、透明性、ガラスの建築になっていくっていうのは、ちょっとむしろ逆なんじゃないかなとかって思ったりもして、悩んでます。なかなか、今の言葉すごく分かりやすい。ファーストプレイスがサードプレイスになりうることっていうのが、なかなか なんとなく違和感があるっていう感覚ってことですね。嫌です、嫌です、僕は。シンプルに。自分のプライベートに、自分に縁のない人です、ね。縁ってことは、最近、藤原達さんの古色と教色の間の炎色論みたいな、もう少しだけ関わりがあるっていう、そういう人が、自分のプライベートと縁を持つことによって、そこに共有が生まれるっていうのはいいなと思うんですけど、なんていうの、それってすごいギリギリの攻防戦だと思うんですよ。そのギリギリの攻防戦にこそ暮らしのリアリティがなんかあるから、やっぱ開きますっていや、それはちょっと僕には無理だなってすごい
すごい思っちゃうんで、それを他社に共有することになったんですか。山口さんの、まあ、あの作品説明とかで、まあ、開くとか、あとつなぐっていう言葉も結構多く出てたんだけど、住宅を考える上では、また違う、まあ、閉じるなのか、曖昧にするとか、なんか違う言葉が出てくるのかなっていう期待はしてます。うん、なんかまあ、これから住宅をされたとき。吉祥寺の住宅も、うん、なんていうか、結構巣、ネストの巣の名付けたのは、ちょっとそういう感覚もあって、うん、なんかこう、ふんわりと包むっていうか。うんなんかそういう場所があるといいんじゃないかなって。そのサードプレイスの考え方って、その上町層ってシェアオフィスじゃないですか、ね。うん。だから食住っていうよりは、その、セカンドプレイスの集まりなんだけど、うん、この空間含めすごく公共的な場所になってて、うん、それってこう、事務所を始めた時からある程度意識してたんですか。してました。この場所をあの見つけたのも、やっぱりなんていうんだろうな、とにかく一棟で借りられるところっていう縛りにしたんですね。ワンフロアとかにしちゃうと、もう候補が上がりすぎて、決め手に欠けるなと思ったんで。ただ、こう一つの一棟借りで、自分のオフィスって自分のお城ってできることも、はい、することもできるんだけど、はい、あえてこう他社を。が今、まあ、あのこうミーティングやってる横で自転車で出ていくとかっていうのも非常に面白いなと思ってて、でそういうのを意識的に最初からイメージしてたのか、まあ、偶然というかもう結果的にそうなっていったのかっていうのはちょっと聞きたいなと思ってた。結果的にそうなっていったって感じです。最初は割と3人で使おうと思ってた。こんな広いスペースですか。ちょっと夢が起きる。それで、だけど伊藤くんはもの作るし、うん、白洲さんはイベントやるし、僕もアーキフォーラムの連続で何かやったりとか、とにかく学生をたくさん呼んで、なんかここでいろんなものが作れるみたいなことをやりたかったので、広い場所が欲しかったんですけど。なんか半年ぐらい経っても、本当、机3つ分ぐらいしか使えなかったんですよ。それで、なんかちょっとこの場所のポテンシャルに対して、今の僕たちの力がついていっていないような感覚があって、もっといろんな人を仲間に入ってもらおうっていう話を3人でして、それで、いろんな人の縁を頼って、声かけてるんです。そうだからサードプレイスなんですけど、でも実際にあの自動ドアを全く知らない人が押して入っていくんで、結構緊張する経験で、本当に開かれた場所じゃないし、そういう場所を作りたいとは思っていないです。だって怖いですもんね、いきなり。ここに何か物がね、このヨーロッパのヴィンテージのお洋服がこの上と下に今送られてるんですけど、ね、あの時間、回転時間が決まってて、その間は、まあ、あの自動ドア合ってないものなんですが、うん、それはもちろん入って出ていくっていうのは、うん、までこそあるんですけど、それは、この古着屋さんが入ったから、僕らがアジャストしてるわけで、うん、それがなんかないのに、知らない人が入ってここに座ってたら、怖いです。だからなんかすごい開くっていうのもなんか結構なんかバカっぽく言ってるつもりは全然なくて、相当難しいっていうか、縁がある。何らかの関わりがこの中の誰かしらとあるっていう状態でないと、この場所って使いこなせないと。その辺だからちょっと いろいろ考え悩んでます。僕の実は研究のテーマでそこが、自ら公共的な空間を作ること。に関する研究、自発的公共空間っていう名前をつけてるんですけど。
今日あんまり教育の話を聞けてない、聞けてないっていうか、うん、あの昔から、まあ、あの非常に言語化を大事にしてて、まあ、あの理論的に物事を考えるっていうイメージがあって、まあ、先生には向いてるだろうなと昔から思ってた矢先に、まあ、いろいろ非常勤されて、うん、で今年から大阪公立大の、まあ、講師されてるっていうことで、なんか、まあ、あの何をどういうテーマの研究かなと一回聞いてみたかったんですけど、うんうん、そうですね、まず研究は難しいっていうのが一つすごい、研究者ってすごいっていうのは一つ今すごいひしひしと感じてるんですけど、うん、やっぱり自分の計画者であるなっていうことを、なんかそこになんかそこを失うとやばいってすごい思うことばっかりの、村方さんにしてもやっぱり、ね、公立大学の計画学の先生にしてもやっぱりその蓄積も含めて、うん、厚みがある、まあ、まあそれはそうなんですけど、で、今は先ほど自発的公共空間に関する研究って言ってた、先ほどのアルデコムのお客さんとの出会いがあのきっかけなんですね。あれ、その岡本さんっていうんですけど、岡本さんは、まあ、自分のお金を使って、ボランティアの方が活動できるような広場、ボランティアの広場から言ってるんですけども、自分でお金を出して、建てて、で、かつその運営をボランティアの人たちに任せる。うん、彼もボランティアしてるんですよ。だから、あの建築を通してボランティアしてる。ボランタリー、ボランティアってその自分が体を必要としてるところに行って、ボランティアするっていうのが一般的なボランティアなんですけど、本さんのボランティアは、自らの資金で場を作るっていうボランティアをしてるんです。それは僕はすごい、あの、なんていうの、リアリティを感じて、住み開きはやっぱちょっとリアリティ僕は感じれないのに対して、岡本さんのそのボランティアは、なんでそんなことが起こるんだろう、でもなんだか起こりそうだなっていうか、そういう時代、あの、大きな感覚があります。阪神・淡路大震災と東日本大震災と熊本地震があって、本当に1995年がボランティア断念って言われてる、この3回大地震、ここにもありますけれども、得て、ボランティアって言うとぐらいの当たり前に使ってますけれども、ボランティアマインドっていうのが日本人が完全に根付いたっていうか、そういうものが完全にあるっていうのをみんな理解してるっていう。時代に入ってきている中で、建築行為だけはボランティアから遠いですね。やはり、なりわいです。お金は誰かが発注して、それで物を作って、利益を得て、さらに収益を得る。あるいは自治体が、税金を集めて、それを市民サービスとして作る。だから無料。完全無料か収益か。公共か民間か。岡本さんのその動きっていうのは、公共的なものを民間的にやるっていうか、結果的にボランティアやってるんですけど、なんかそれはちょっと面白いなと思って、あんまり建築的な研究じゃないんですけど、ちょっと社会学的なアプローチでもあるんですけど、感じていて、今そのあたりを、まあ、調べてるというかヒアリングしているようなで、で、まあ、そういうことをなんか立浪さんと考えるときもちょっと思い浮かべながらあのやって住宅だけはなかったね。学生時代は難波和彦さんの、はい、まあ、研究室いたじゃないですか、はい、難波先生って、まあ、住宅をずっとこう、はい、まあ主にされてて、うん、でなかなか、まあ、難波先生との関係とかっていうのを
考えたりするのかなってちょっと思ったんですけど、どうなんですか、逆に住宅を研究対象にしてないような、今聞いてた感じだとするので。そうですね、なんか、通行設計とかは住宅ですか、いやもうじゃないです。巨大な。巨大な。できるのも、でも、ちょっと一挙的な話につながりますけど、橋をコンバージョンして、集合住宅にするっていう、ぐらいな、ですけど、まあ、漫画さんとの関係でいくと、漫画さん、もちろん関係いいんですけど、なんだろうな、やっぱ南波さんの回工作者に行きたかったんですけど、でもなんか大学院の時に南波さん東大に移籍されて、で、まあ、その後もすごい面倒見てもらいましたけど、なんか南波さんにこう、まあ、あんまりなんか前崇拝しちゃダメだぞみたいな。俺、南波教も教祖になりたくねえよみたいな。お前、全然違うことやった方がいいよって。日本設計行くんだったら行くで、しっかりやれよみたいな。そういう人なので、まあ、すごい、まっとうな言葉だと思うし、だから、まあ、日本設計の経験の方が、やっぱ、なんていうの今の活動の根っこにあるような気はしています、ね。住宅の、その箱の家で、その、南面採光で吹き抜けを必ず南側に引ってきて、すごい開くっていうか、作りをするんですけど、やっぱり生活は守られてて、奥にアルコール、一室空間なんですけど、個人が秘密を持てる場所っていうか、そういうのとセットで、まあ、うっすらやっぱ影響を受けてると思うんですけど、そういう感じです。同じことをしようとは全然もう思わないですね。なはい。いや今の大学の話はご自身の研究の話だったんですけど、まあ、いわゆる教育っていう立場でももちろん日々学生の方と接していると思って、何かやっぱりこう実務でこうかなりやってる方が、まあ教える立場となった時に、やっぱり学生の方も結構刺激的だなっていう部分、研究者に教わることよりももうちょっと違う視点で何か得られるものが結構あると思っていて、なんかそのあたりでご自身が学生から吸収されることもあると思うし、ご自身がまあ学生に対して何か、まあ、与えるってことはちょっとおかしいですけど、何かこう自身の設計を通してこう伝えられることっていうのはなんかどういうことを、まあ、実際ね、大学を行き来してこちらの設計にも携わっている中で、なんかどういう心持ちでなんかそのあたりをこううろうろしているのかなというか、本当どうしたらいいですかね、正直あるんですけどね。とにかく研究者の真似事しちゃいけないなっていうのはすごく強く思うので、できないことをできるふうにしたらすごく良くない。だってプラカッ先生と一緒にまあゼミをやってるんですけど、プラカタ先生にこう指導を受けながら、彼女らがその調べたというか研究した内容でものすごい高度な歴史の会話を行われている瞬間、学んでるのは完全に僕なんですよ。あ、そうなんやとか、この年って大阪のこの高架鉄道はこうやってできたんだとか、僕知らないんで、彼の方が絶対詳しい、当たり前ですね、研究してるんで。倉川さんもちろん詳しいです。詳しいというか、研究者のどういう指導方法をすればいいかも、すぐさに分かってらっしゃるから、すごいなって思うんで、僕はじゃあ、なぜ
ここにとかってやっぱ考えたときに、設計しか教えられへんって僕学生に言ってます。うん、その代わり誰よりも設計は教えれるんですよ。大阪公立大学の中で言うと、建築家の教員僕しかいないんで、設計やりたいんだったら、設計のことは僕に。で、それに対して答えれる、状態っていうのは僕のなりわいが建築の設計ですっていう状態だと思うので、だから、ね、研究教員とのって、本当に悩んでる、答えに困っているのは、もう、やっぱり建築の設計者であるっていうのが大前提なんで、それをどう学生たちに還元するかっていう視点で、だから全然違う、例えば自分が教えれないようなことを課題で出したりとかはしたくないし、自分がこうじゃないとか、まあ、一緒に考えるんですか、もちろん。研究室を持ったからには、プロフェッサーアーキテクトじゃないけど、まあ、研究室での設計活動みたいなものと、はい、実務としての、まあ、この YAP と、今後進み分けみたいなことを考えたりするのかな。そこ結構悩んでますね。よくプロフェッサーアーキテクトすごいごっちゃになるっていうか、自分の事務所の仕事を学生が何となく手伝うみたいな、もちろんそれが学びにつながるんであればそういう機会を提供したいと思いますけど、なんかなし崩し的にそうなるっていうのはちょっと違うなと思ってて、今だからE ゼミって言ったんですけど、プロジェクトゼミって言ったんですけど、研究室でやってる設計のプロジェクトと YP でやってる設計のプロジェクトっていうのをこう別で設定していて、だからこっちは正直すごい時間かかります。スタッフだとね、24時間考えることもできるし、トロトロのコミュニケーションを取るのも、ちょっと楽ようになりますし。ここは、でも、完全に分断しちゃうと、本来、その得られる情報っていうのも得られなくなっちゃう。つまり、うちのスタッフからいろいろ教えてもらうということですけど。それもあった方がいいなと思っているので、なんかいいところを探そうとしている感じです。皆さん、どうされて、でも、コンサルビザの先生とかは、あまり学生をプロジェクトに巻き込んだりとかされない印象が、そうですかね。まあ、そこまで大きい仕事をされてるっていうか、まあ、なんか、確かにプロポーザルとかでこう巻き込んでぐちゃぐちゃになってる状態っていうのはあんまりいい印象っていうのはなくて、やっぱりそれは事務所でやるべき仕事っていうことと、やっぱり教育というか研究室でやることっていうのは切り分けた方がいいんじゃないかなっていうふうにも個人的にも思ってるし、はい、質問ですか。なんかちょっと話流れを止めそうなんで、どれを聞こうかなって感じなんですけど、いいですか。違う角度でもいいですか。すいません。いや、僕ね、ちょっとその事務所名の YAP っていうのの由来だったり、で、その前、ちょっとしなりっていう事務所でされてて、なんかそのあたりの、まあ、山口明子さんのお名前はどちらにも入ってないですけど、なんかその辺の、なんかそこに込められてるなんか事務所としてのあり方の思想みたいなものだったり、あとまあすいません、ちょっと個人的な話としては、僕自身はちょっと事務所を引き継い、父から引き継いでる形なんで、そのまあアトリエ事務所がその、継続していくべきかべきだと別に思ってるわけではないですけれど、そのまあ日本設計さんであればその設計される方が変わられながらも、まあ、組織としてはきっと続いていくわけで、なんかそのあたりのあり方についてのちょっと考えをお聞かせいただけたら嬉しいなと。そうね、むしろ岸さんに教えてほしい。いやいやいや。まあ、事務所名に関しては、山口明人建築設計事務所っていうのは、まあ、ちょっと長いから、短くしたいなっていうのも
まあ、それはもう個人の感覚なので、うん、あの僕の個人の感覚としてはあるっていうのと、うん、あと、あんまりこうなってんでしょう、スタッフって僕はやっぱ日本設計出身なので、うん、なんだろうな、やっぱ自分のプロジェクトやと思ってたんですよ、ずっと、はいはい、でそういうふうにあるべきだなって、建築設計する人全員そうあるべきだと思うんですよ、はい、まあ、ボスであろうが、で彼らがそのスタッフがいてくれるときに、なんか山口アキトの元で使用しているっていう感じとかっていうのは僕は特にいらないなと思ったので、うん、なるべく匿名的な呼び方ができるっていうのを意識しました。で、まあ、YAP っていうのは山口アキトパートナーさんですけど、はい、パートナー全員スタッフを含めて、パートナーと一緒に山口アキトをやってるというのは事実だけを、で、まあ、ヤップさんとか、IAP とか、いろんな呼び方してくれますけれども、それで、まあ、仮に僕が、まあ、やらなくなって、IAP という名前だけが残るっていうのは、もちろんなんか、望ましいな、好ましいな、というふうに思っているので、そんなようなことを思っています。うん、で、2つ目のその事務所の存続というか、うん、なんか僕、あんまり、まあ、組織かアトリエかみたいな、はい、こう、二分的な、分断的なのは、あんまりこう、自分には当然僕が架橋してるので、あんまり馴染まなくて、はいはい、自分はアトリエやってるっていう、意識でも意識でも別にないっていうか、はい、うん、だって組織設計事務所と言われている事務所 の、 当然ですけど、この歴史を紐解くと船設計船が載っている、ダークンペイだし、ね、はい、みんな佐藤武雄だし、そういう分離派の時代から我々が立つって言った個人の集まりが、それが、どんどん仲間を集めていって、でその個人が、蓄積したアーカイブをどうやって後世に残していくか、当然そうなりますよ、ね、だからそういう意味では丹下事務所だって今は組織設計っちゃ組織設計だし、まあ事務所だってそうだって思うし、数年後には、はい、とかも現時点ですごくすごい規模になっている、うん、そういうふうに考えていくと、ある時から組織になったとかっていう感覚もあんまりないんじゃない、ないと思うんですよね、組織設計。ただ、日本設計だけはすごく特殊で、そうですね、すみません、組織事務所から組織事務所ができたみたいな。今年で独立した事務所のメンバーだった人たちがこうドンと新しい会社を結構なんか革命的と、そのエピソード聞くと結構震えたんですけど、クーデターですね、その山下敏郎という一人のボスが、全てを決定していく、その状況ではなくて、100人が運動体として、物事を決定していくような、多分そういう空気感が池田武邦さんあったんじゃないかなというふうに想像すると、結構現代的っていうか、なんかボトムアップ的というか、いいなっていうふうになんか学生時代思った、純粋に組織設計からスタートして組織設計になってるっていうのは厳密に言うと日本設計しかないと思ってますよね。で日経設計だっていう人も、のあのエージェントというか NTT だってね、年功者の営業とか、そういう意味ではなんか部署だったけど組織ではなかったっていう、だから何だろう、組織かアトリエかっていうのは相当に荒い分断で、なんか自分はじゃあどうにも建築の設計を生業にしているっていう事実しかない、はい、まあだから、うん、あんまりその将来どうなっていくんだろうなとかってちょっとわからない、何て言うんでしょう、まあ、大きいところを知らないという、まあ、
自覚とコンプレックスじゃないですけど、まあそれはありますけれど、なんかまあ JA の中での会話がちょっとまあ組織かアトリエかみたいな、ちょっと完全にね、2つに分けちゃうような話し方をまあしすぎているのかなというのは、今のお話を気にしながらちょっと思ったりはしました。まあ同じ仕事をね、ちょっとまあちょっと扱うものは変わってきちゃうかもしれないですけれど、まあ同じ仕事をしているという意味では、なんかそこで明確な線引きが、そうですね、あるものではないでしょうし、日本建築協会っていうその一つ の, その、ね、まとまりの中にあるっていうのは、全建築家であるっていう前提に乗っ取ってるじゃないですか。ただ僕は仲間が多い方が楽しいって思ったり、結構いろんなプロジェクトで共同されてるじゃないですか、はいはい、アトリエどうアトリエっていうか、まあ、個人同士の集まりであったりとか、はい、うんうん、まあ、ある時には組織事務所と組んでみたいな、うん、というか一緒にやったりとかっていうのは、そんな意識的にやってる方なんですか？そうですね、意識的にやってました。うんうん、まず最初はその、ね、友人の白須君といくつか一緒にやるんですけど、まあ、住宅やったことがなかったので、本当に。何もらわれるんですけど、ユフラの建具表を見ながら住宅の建具表を書いてた。物もやね。でもね、自分の蓄積を参照するっていうのは僕にはそれしかなかった。だからそうやって書いてたんですけど、なんか白洲君と話してると、そうやって考えるんやって驚きと新鮮な発見があったので。ちょっと日本石鹸で肩肘張ってたっていうか、素直じゃなかったなっていう感じがあって、俺のプロジェクトみたいな風にちょっと強く思いすぎたところがあったんで、学びの姿勢に欠けてたなと反省してるんですけど、こうやって放り出されると、いろんな人からいろんなことを教えてもらうことが、こんなに豊かにしてくれる。素直に思ったので、だから、やりたい人としかやらないです。この人とやりたい、この人としてて、木村松本とどういうジャッジをしているのかって、うん、木村松本スタッフ、事務所のスタッフしか分からないんですよね、うん。それ、うちのスタッフ分かるんですよ。一緒にやってるから。それは、なんか彼にとって利益なんじゃないか。うん、で誰彼構わずっていうのは全然思ってないんですけど、うん、やりたいって思ったらやろうと思っていました、うん、でも今はまだ違うフェーズ、自分たちもこれから自分たちで蓄積していくっていうことをやっぱり強く意識していかないと、なんか役割分担化していくと良くないので、うんうん、そこはまた次のフェーズかなとは、うん、普段そのじゃあ今も横で皆さん仕事されてますけど、なんか どんなような感じで、まあ、皆さん多分スタッフとの関係性って、はい、まあ、いろいろと思ったり悩んだりすることとかすごくあると思うんですけど、どういう感じで仕事をやられていらっしゃる感じですか？どういう感じなんでしょう。担当プロジェクト制になるんですかね。それぞれが、それぞれのプロジェクトで、ちょっと YP の人大机になってるんですけど、僕は一番角っちょにいて、で大学から帰ってきたり打ち合わせから帰ってきたら、僕が丸椅子を持って、一個一個ずれて、来るんじゃないか、どうなったって言って、円環回遊性があるんで。そこにも回遊性が出てくる。自分がこう、プロジェクトとスタッフが、そういう感じに今はたまかもしれないですけど、どうなんかよくわからないですけど、そんな感じ。このアイデア出しみたいな話っていうのも、はい、なんかこう、みんなでとかそれぞれ考えたものを持ち寄りながらこう決めていく感じなのか。僕の時はね、みんなで、みんなでやります。キックオフは必ず全員でやる。なるほど、なるほど。アンバシも、アンは
人に属さないっていうのがうち のスローガンで、うん、誰々君の案って言い出すとややこしになるんで縦長の案とか横長の案を誰かが書いたっていうそういう案の呼び方からしてる、はい、独人化しちゃうとなんか変なウェットな感情とか、なんか建築に対して良くなっちゃう。いいですね、うん、なんか名前がついちゃうとなんかね、その案出した人と担当者が変わったりするとまたそこでややこしくなるんで、ね、なるほど、うん、実際はね、人に属するところもあるんですけど、うん、でも解体していくっていうか無理やり、うん、誰の案でもない状態にしていく、実際そうなりますね、建築も、うん、最後うん、でもすごくこんだけ人数がいらっしゃる事務所としては非常にやっぱり一つのテーブルを囲んでいるので、うん、まあある意味コンパクトというか、うん、まあ逆に外だとつながっているので開放性はあると思うんですけど、かなりギュッとした感じでやられてるなっていう印象です。うん、はい。でも大机はいいですね。なぜかというと。人数が減ったら広く使えるし、人数が増えたら狭くなる。自分の領域をそこでコントロールしながらこうですね。机、個人の机だとなんか広がっていくだけになっちゃうと思うんで。そうですね。スペースですよ。だから VIP のオフィスって、もう大机って足がないんですよ。あ、そうですか。はい、こういう曲げベニヤをこう曲げただけの、どん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 そこにボーンと板を置いてるだけなんですけど、大机の足って、その足がもう人数を規定するじゃないですか。うん、4本あったら3人しか座れへんし、5本あったら4人しか座れへん。そうすると、大机のポテンシャルを現実得るんじゃないかなみたいな話して、うん、足のない大机を使う。思考性がやっぱり、ね、っていうのがすごいなっていうふうに改めて思ったりしました。そろそろですね、ちょっと定刻が近づいておりまして、今日はですね、ちょっと松尾さん、近畿支部の、支部長の予定者である松尾さんが参加されています。松尾さんはですね、ちょうど山口さんの日本設計時代の、まあ、ご一緒されていたという関係がありまして、松尾さん、ちょっとコメントをいただけませんでしょうか。はい、どうも、松尾です。やっぱり秋人君、山口君見てる、子供見てるみたいなんですよね、僕からするとね。入社する時もね、山口君大学生の頃に来たんですよ、ちょうどね。で、最初面接した時に、この子はいけるなということで、すぐに山口君も取りましょうと決めちゃった。もうすぐ決めちゃったんですよね。それぐらい良かった。それは何が良かったかというと、やはり素直なんですね。彼は本当に素直で誠実な心を持っているので、間違いないだろうということで、すぐ決めちゃった。すぐ決めちゃったら、すぐ東京に連れて行かれちゃったんですよね。それで、どうしようかなって思ったんですけど、まあ、元気に、結婚式も呼んでいただいて、結婚式まで出ちゃったんですね、私ね。それで、いよいよほんなら、これから一緒にできるかなと仕事を思ってたら、あまり山口君とは一緒に仕事することがなかったんですね。この関西に来てからもほとんど別の仕事ばっかりをしてて、ひょっとしたら一緒に仕事してたら辞めてなかったかもしれんな。本当に全然違うところ行ってたんですね、本当に。それでまあまあそうこうしてるうちに、山口君は優秀ですから、やはり出ますということで聞きましたので、そうすると応援するよっていうことだったんですね。で、実は名古屋のオフィスも
最初私のとこに来たんですね。オフレコなんですけど、私のとこに来て、いや私日本政権に属しているので、おそらく日本政権では受けてくれない、受けないということを判断するので、それでしたらうちの事務所を出たちょうどいい人がいますから、その人に任せましょうということで、山口君に お願いしたんですね。そういう経緯があって、まあ切っても切れない縁があるなと思いながら、それで山口君の奥さんは今私の元にいてるんですね。なんかこれもまた縁が縁が深くて、山口君の奥さんはよく優秀なわけです。本当に優秀な奥様で、建築の設計バリバリできる、すごい夫婦やなと思います。そうこう言うて、今日山口君の話を聞いてて、まただいぶ成長したなと思いましたので、とっても嬉しく思います。それとあと JIA に早う入ってこいって言ってずっと言ってたのも、ようやく入ってくれたのでとっても嬉しいなと。で、しらす君と一緒に入ってくれたのがまた嬉しいですね。その、うん、その事務所を立ち上げた時も、ね、なんか3階ぐらいかな、なんかネズミの、はい、ネズミが上がっていったような階段が上がって、いろんな人が面白い事務所やなと思って、見てましたけど、今見るとだいぶ綺麗になりましたね。とてもいい、はい、ね、とてもいい設計事務所になったなと。頑張っていただいて本当に素晴らしいなと、はい、それでちょっと話聞いてて思ったことが何個かあって、お話しときますと、やはり組織事務所にいると、いろんな制約があって、その中でおそらく山口君ははち切れたっていうか、求めてるものが実現できないので出たんだろうと、いうふうに思ってました。だからそれをテーゼとすると、まあ、アンチテーゼのところを彼は今一生懸命やってるんじゃないかなと。というのは、ちょうどその、どんだろうな、箱物って言ったら怒られますけど、建築に箱物があるとすると、彼はその箱物から、少しはみ出た。はみ出た分。だから、家庭で言うと、家と庭があるとすると、その家を作るんではなくて、おそらく庭と家の端境、ちょうど縁側みたいなところがものすごい興味があって、インタラクティブなその場所をなんとかその世の中のためになんかうまくできないだろうかっていうところを多分追求されてるのかなと。これ山口君の今やってることをずっと見ていくと、どうもその結界にある結界をすごい興味があってやってるんじゃないかなと思いますから、例えば 茶の庭にあるその関森石であったり、それから竹の結界であったり、ああいうそのポンと置いてあるもんで、空気感が変わる、そういうところになんか彼は魅力を持ってたんだなというふうなのが、今彼の、話を聞いてて思いました。それでやはり我々日本設計というのは、まあ、隈研吾さんも言ってましたし、千葉学さんも実は私一緒に設計してた人ですから、よく知ってます。それでそれが10年ごとぐらいに出ていくんですね。で、ぜひ山口秋田君に彼ら2名のとまた建築家としていくなってほしいなというふうに思ってましたので、ぜひ頑張ってください。ほんで関西 の, まあ、近畿支部は、ね、これから近畿支部長をせなあかんなりましたから、ぜひ協力してください。いろいろで力になってもらって、まあ、ますますいい建築を作っていただきたいなと。で、JIA っていうのはいろんな方がいらっしゃいますので、山口君のためにもきっとなると思います。それで、先ほども組織とアトリエの話がありましたけども、私はそんなものはないと思ってます。ただ単にその環境が違うだけで、言うたら山口君が今事務所でやってるやり方っていうのは、まあ、ある意味日本設計流なんですね。
で日本設計っていうのは大体上司とか、部下とか関係ない、まあ、言うたら何々さんっていう昔から何々さんって呼ぶ部分ですね。先輩であろうが後輩であろうが、ですから横一線でみんな独立してやってますから、強い人間ができていくということなんですね。ですからおそらく山口さんはこれからやっぱり、そういうやり方をしていくんだろうと思いますし、やっぱり日本政権のいいところは引き継いでくれてるし、それでいて、まあ、アトリエとして、やっていけるということですから、まあ、鬼に金棒、まあ、あれやね、どん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 やりたいことをやっていけばいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ありがとうございます。まあ、親みたいな感じかな。子供を見ているようで、嬉しくてしょうがないというか。松尾さんありがとうございました。ちょっとそろそろちょっと Q&A で質問を受け付けてはいたんですけども、ちょっと質問が今ないような状態ですので、そろそろ、まあ、定刻過ぎてますので締めさせていただきたいというふうに思います。それではですね、閉会の挨拶につきまして、住宅部会の、長谷川代表から、お願いしたいと思いますので、長谷川さんお願いします。どうもお疲れ様でした。山口さん、いろいろ、はい、応援いただいてありがとうございます。まあ、言語化がうまいとかいう話があったんですけど、なんかアイディアがね非常に豊富で、それでテーブルの足が動くとか人数によって動く、それでマンションの一区画を敷地と見立てるとか、なんか言語化の前にアイディアが非常に豊富やなっていう感じを受けました。それで昨日総会の準備で榊原さんの事務所にお伺いしたんですけど、今日の写真で幼稚園児がビニールの建具のところに寄ってきてる写真があったんですけど、昨日榊原さんの事務所でも同じような光景を見たなと。まあ彼女の事務所はガラスだったですけど、まあここはかなり潔いビニールで行ってしまってるというのが印象的でした。今日はどうもありがとうございます。以上です。長谷川さんありがとうございました。それではですね、山口明人さん、誠にありがとうございました。ちょっと、まあ、皆さんからちょっと心だけでも結構ですので、盛大な拍手をお送りいただきたいというふうに、と思います。参加者の皆様におかれましては、ご多忙のところご参加をいただき誠にありがとうございました。退出時にですねアンケートが、ございますので、ご回答いただけますよう、よろしくお願いいたします。以上をもちまして、記念講演会を終了とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。